はい、717回始めたいと思います。2023年1月27日です。はい、深夜でございます。はい、よく初めて来られた方ね、なんでこんな真っ暗闇のところでやってるのっていう話なんですけど、ここ電気もガスも水道もない廃屋です。宮城県南部です。はい、メーテレニュースからですね、今回717回ひどい話ですよ。はい、本当に宅配業者装い女性に性的暴行、元消防士の男に懲役6年の実刑判決ということで、実刑判決出ました。これはちょっとひどいですね、内容が。一人暮らしの女性の自宅に宅配業者を装って侵入し性的暴行を加えたとして、元消防士の男に懲役6年の実刑判決が言い渡されました。海部南部消防組合っていうのかな、海部首相の海部ですね、組合消防署北分署の元消防士、朝倉優太被告33歳。この被告2022年去年ですね、去年、5月愛知県弥富市内の女性、当時24歳の自宅に宅配業者を装って侵入し、カッターナイフを見せながら声出したら刺すよなどと言い、両手首を結束バンドで縛るなどした上で性的暴行を加えました。ひどいですね。カッターナイフ出して声出したら刺すよって、いや手を縛ってですよ、性的暴行。とんでもない33歳の消防士ですね。はい、いやいやいや。25日の判決で名古屋地裁は、女性から100と、これがすごいんですよ、女性から119番通報を受けね、別の日、前の日、前っていうか、この何、性暴行を加える、まあ仮に1週間なら1週間前としましょう。女性から119番通報を受け、新型コロナの対応のために、女性の自宅に、救急救命、救急救命士として出動したと。女性が一人暮らしで、新型コロナ陽性者で、自宅待機となっていることを知った上で、待機が解除になる前の日、出動の6日後に犯行に及んでると。救急救命士として出動した6日後に、もう家も分かってる、一人暮らしっていうのも分かってる、家で待機してるっていうのも分かってる、それが分かってる状態で、カッターナイフ持ってって、上がり込んでたと、救急救命士への一般人の信頼を害しかねないと、極めて悪質な犯行と指摘、懲役6年実刑判決下るという顛末です。まあね、私昨日もドラマとか見ててね、やっぱり日本人はね、医療系のドラマとか好きなんですよね。お医者さんとかね、病院内とかでね、命を大事にしなきゃ、命を救わなきゃ的なドラマとか好きなんですよ、日本人は。異様に海外に比べると、なんでそこまで持ち上げるみたいなね、本当に。でこの救急救命もね、ドラマとかでね、たまに扱われますよね、ヒーローのようにね、だけど実際ね、救急救命士、まあ救急救命士ってね、実際働いてるのはね、まあ消防だったり、するんですよね、この33歳とんでもないですね。コロナでね、陽性にかかっていると、いうことで救急救命士として出動し、女性の一人暮らしで、もちろん自宅も分かってるし、家から出られない、っていうのも分かってるし、隔離状態、分かってたところで行って、ね、カッターナイフで脅した上に結束バンドで拘束しですよ、両手を。そんで性的暴行ですか。もうこれはね、もう鬼畜です、鬼畜鬼畜認定、鬼畜ファイル入れときますわ。本当にとんでもない輩ですわ。もう言葉もないね。女性の皆さん、本当これ気をつけようないもんね、こういうケースはね、もうね、119番して来た救命士に後日ね、襲われてしまうという、このこれね、まあやっぱ防犯ブザーとか、玄関に防犯ブザーとかね、もう
対処難しいよね、うん、もうこうなってくると、うん、いやもう申し訳ない、同じ男性としてっていうね、なん私が謝ってもしょうがないですけど、こういうやつ、まあ実刑、うん、もう懲役6年足りないぐらいですよ、うん、いや本当にもう何と言っていいのやらっていう事件ですね、これはね、もう言葉もないっていうことです。717回、え、なんか喋れよって話ですけど、あのひどい話すぎてもうフォローの何も出ないですね、はい、頭も回らないし、すいません、チャンネル登録および高評価よろしくお願いします。失礼します。